よいしょ。NDA の青いディスクで練習しています。NDA の青は、2番目に柔らかいやつですね。一番柔らかいのが赤で、次が青です。結構柔らかいです。新品なので穴はまだ開いてません。鳥。犬は鳥です。鳥。おいで。あれ？鳥。はい。よし。じゃあやってみようか、鳥。ね。よろしくね。はい、小鳥。どうですか？緑。はい、ディスクのチェックです。穴は開いてません。いいですね。穴がいっぱい開いてしまいますと、フリスビーが傷んで、だんだん投げにくくなったりとか、いろいろ問題がありますので、できるだけ犬がフリスビーに穴を開けないように
優しくフリスビーをキャッチして、穴が開かない程度に噛んで持ってくるように犬を育てないといけません。まあ、いわゆるソフトマウスに育てないといけないっていうことですね。1ラウンドで、まあ、4投とか5投とか投げるんですけど、フリスビー対決ですね、4投とか5投で穴だらけになるようなハードマウスの犬を育てては、まあ、いけないわけですよね。特にラブラドールの場合はもともと獲物を回収するときに獲物を優しく加えるように、代々繁殖されてますので、小さい時にちゃんと教えればソフトマウスに育てることができます。まあ、飼い主がちゃんと育てなければハードマウスになってフリスビーをボロボロにする犬になってしまいます。まあ、うちの犬もみんな子犬の時にちゃんと教えてますので、ハードマウスになっている犬がいるとすれば、それは今の飼い主さんがそういうふうに犬に教えたという、そういうことでございます。ねえドリ、よし終わり。タルカドリ、はい、じゃあ次はピンちゃんやります。さっきドリが使ったディスクそのまま使います。穴は開いてません。NDA のブルーのディスクです。2番目に柔らかいやつです。はい。左手の方がこの手袋で、右手はこの手袋してます。まあ、今日はちょっと同じ手袋がなかったので、右と左が違う手袋なだけです。
い、終了しました。はい、ピン。ピンピン、はい、ディスク持ってこい。はい。ピンちゃんも今やりましたけど、ディスクに穴は開いてません。ピン、ギブよ。待ってる。ダメよ。待ってる。ダメ。見えないから、ピン。見せてください。待ってる、ちゃん、待ってる。はい。全然穴は開いてません。綺麗ですね。はい。はい。ピンピンも、ちゃんとソフトマウスに育っています。ね。ちゃんとやってるね。偉いね、ピンね。はい。よいしょ。頑張ったね、ピン。ピンピン。はい、よし。ピンピンは最近も1歳半過ぎたら急に痩せてきましたね。絞られて、自動的に絞られてきました。今までちょっと幼児体型みたいな感じでボヨンとしてましたけど、お腹がすごくへっこんでピシッとした感じに、ね、なってきました。はい、偉いね、ピン、ね、頑張ろうね、ピン。はい、それではおしまい。皆さんこんにちは。今日の朝この NDA のディスクを使って、うちの犬たちドリとピンのフリスビーの練習をやったんですが、動画でご覧いただいたと思いますが、今日初めて新品を下ろしてこの NDA のディスクを使ったので、2匹の犬で、まあ、あの程度ですね、10本前後ずつ、合計20頭ぐらいやってディスクがどんな状態になっているのか、ちょっと確認してみたいと思います。今これ練習終わった後にちょっと洗ってきれいにして持ってきてあります。じゃあ早速見てまいりたいと思います。上面ですけども、上の方はほとんど傷はありません。もちろん穴もありません。まあ、割といい感じですね。この辺にちょっとへこみがあります。そしてディスクのサイドですが、側面は結構傷がついてますね。キャッチした時に刃が当たるのだと思います。あとこう横に引っ張ったような傷が結構ついてますので、これはディスクが回転しているので刃で噛んだ時にこうグッと動いてこういう筋みたいな傷が生えるのではないかと思います。このエッジの下の面が結構多いですね、傷がね。ああ、ここもシュッと横に入ってますね。まあ、こういうデコボコのとこはヤスリをかけてきれいにしてまた使えばいいと思います。やっぱりこう、下面が、下の面が、エッジの下の面が結構傷が多いですね。下顎の歯で、ここにかかってシュッと。ディスクは、回転しているので、傷が、線のような傷が生えるのではないかと。予想します。まあ、推定しますって感じですかね。この辺は結構毛羽立ちもありますね。長い感じで削れてます。ああ、ここはすごいですね。はい、じゃあ裏面ですね。
裏面も、真ん中の方はほとんど何もないですね。この辺にちょっとへこみが分かりにくいですが、この辺ですかね。あります。あ、この辺もちょっとへこみがありますね。まあ、穴が開くほど強くは噛まなかったっていうことでしょうかね。あとここもなんかありますね。このエッジの付近はディスクが厚くなっているので、多少強く噛んでも穴が開かない。ここもありますね。穴が開かないっていうことなんだと思います。まあ、よく穴が開けやすいのはやっぱこの周辺ですかね。上の面からちょっと下がってくるあたりのところが穴が開きやすいので、まあこういう感じで使い続けていくと、この部分が穴が開くことがあるっていう感じですかね。まあそういった感じで、NDA のディスクだと比較的穴が開かなくて、長い間、まあ長い間って言ってもそんなには使えないですけどね、割と持ちはいいディスクだなという感じは受けます。